カスングはマラウイ中部州にある県であり、中心となる都市もカスングである。この県は7 8 7 8トルの面積を有し、48659人の人口を有する。本港ではカスング県についてもべる。カスング県は県の西側でザンビアとの国境を形成している。県内にはザンビアのルラングア国立公園へと通じる道として、 伝説的に有名な凸凹道の100マイルが存在し、このルートを利用する観光客は、この悪路に生きて耐えることができれば、南部アフリカで最も大きな国立公園の一つである、ルラングア国立公園へたどり着く。また、この県は、マラウイの初代大統領である、ヘイスティングズ・カムズ・バンダの出身地でもあるほか、わずか14歳で、自家発電用の風車を作ったことで著名な、 少年発明家のウィリアム・カムクワンバの出身地でもある。さらに、カスング県には、カオンバ、カルルマ、チュル、サンテ、シムレンバ、チスメフィア、チンシクワ、チロワマタンベなどの地域に何人もの伝統的指導者がいることでも知られる。なお、カスング県は、長年、マラウイ会議等の支持が強い土地であったが、2009年の選挙ではこの地域でも大敗を喫した。 マラウイ会議党は県内の議席のうち大半を民主進歩党に残りは数人の無所属に奪われ結果的に全議席を失ったのであった。ありがとうございます。